対人恐怖症の種は、我々はの想像以上にある。レシピの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、対人恐怖症の種を探るの方法。対人恐怖症というのは種がいくつありまして、まあ、自分が実際あのテイラースワンというティールスワンというの人ですね、こういうビデオをもう最近つい最近に見なかったら、本当にここまでに多分たどり着かなかった。それは本当に自分の中にはいたと気がします。ただこれは自分の家族の中ではなく、どちらかというと学校の時、自分が15年間いじめられた時にこれをずっと味わった。これは憎まれ役ですね、いわゆるスケープゴートですね。そのスケープゴートですね、これはユダヤ人の儀式なんですけれども、ユダヤ人は一つのヤギを犠牲にして、でその殺したヤギの血を自分の、まあ、体に浴びたりして、でその血で自分の罪を流すというの儀式があって、でこれはまあ、ユダヤ人の宗教からの、まあ、伝説なものですね、まあ、みんながやってるの文化なんですけれども、でも実際はどうやって自分がスケープゴートになるかというと、憎まれ役になるかというと、これは結構簡単です。もしあなたはあなたのいるのグループなんですけれども、団体なんですけれども、もしみんなはあなたは罪があるだろうかなかろうが、すべての罪はあなただよってみんなに言われているだったら、あなたはスケープゴートになったというのは証拠です。ではスケープゴートはそもそもは何するかというと、みんなの人の責任を取る。そうスケープゴート現れるの団体はあまり不健康の団体で、つまり責任を取りたくないの団体です。あまり臆病にあふれている団体です。スケープゴートになるのは結構家族にも結構あって、例えば子供を欲しくなかったのに妊娠して生まれてしまったというのパターンが結構多く、その時には全ての罪は自分の子供に回すというのは、全ての罪はその子供に負うべきというのをお母さんとかは思い始めるからこそは、その子供はスケープゴートになる。つまりあまり責任取りたくない、自分のせいとは言いたくない、だから他の人のせいにするのはよっぽど楽だとみんなが思われる。同じ団体で家族でも団体だったら、これも同じく、その団体のためにそのスケープゴートは全てを負う、全ての王だからこそこれはみんなのためになる。実際はそれはみんなのためになれない、だってみんなは所詮弱いだからというの証拠です。どうやって自分がそのスケープゴートから、まあそのスケープゴートの中では結構一番ひどいのはみんなは自分の罪をその人にね、移す。これは最初。そして、自分の罪をその人に、反射する。だんだん。そうすると、これ、一人だけじゃなくて、みんなの団体、その人にこの罪を移すと、みんなから、これはあなたのせいだよ、と言われ続けると、そのスケープゴートのも、
そこで一回諦めて、そしてどこかで自分の頭でそれは確かに自分の罪だよって思い始める。でもその思いは一番でかいの罠です。そしてその罠の一番もっとひどいのは、今の自分の傷つけた人は罪があなた傷つけてるから、どっかの心で罪が抱いてる、あなた傷つけてたらと分かってるから。そして今からはあなたを癒したいというの、癒し役としてくる。でその癒し役切ったら、例えばね、ああお医者さんに行ったらいいとか。でも大体こういうね、まあ、心理学者とかに頼むというのはね、いろんなね、お医者さんとかに、精神とかのお医者さんの頼む親は、大体はその子供のせいではなく、子供はその精神病ではなくて、親はあくまで弱いです。自分の責任を取りたくないということです。取りたくないから、自分の子供に負わせる。で、どうやって子供は、まあ、子供か自分がそのスケープゴートはその団体から逃げるかというと、もちろん逃げるも一つのオプションなんですけれども、あとは何の選択肢があるかというと、まあ、最初のステップなんですけれども、ものを気づく。気づく。その気づいたら、2番目のステップは、どこは自分の責任か、どこは他の人の責任かをきっちり分かる。この枠を分かったら、そっからこの人はのせいだったら、きっちりその人に、これはあなたのせいです、僕のせいじゃないという。もし皆さんはそのあなたのせい、あなたのせいと言ったら、違う、自分のせいじゃないところは自分のせいじゃないときちんと言う。向こうは何が良がなかろうが、もしその団体は、これは、いやいや、これはあなたのせいと言い続けると、その団体から、さよならっても言ってもいいです。本当にその団体はやらないから。スケープゴートの一番のやばいのは、最初はスケープゴートになると、次の団体にもスケープゴートになりかねないから。だから自分は、一回スケープゴートになったら、逃げ出すのはベストです。そして、一番の、きついのルールは絶対諦めない。自分は本当に罪じゃなかったら、自分の罪を、それがまあ罪を負わない、冤罪されてもこれは自分じゃないと言い続けるというのはポイントです。一応難しいですけれども、これは言い続けなければならないです。デバルシープの皆さん、もしあなたはまだ対人恐怖症を抱いている人だったら、こちらの動画ではその対策に書いてあるので、こちらもご覧になってください。そして、もしあなたは対人恐怖症などについてあまり相談に乗る人がいなかったら、僕はいかがでしょうか。もし僕は乗りたかったら、下の概要欄で自分のウェブサイトが書いてあるので、そこにもスケジューリングも可能です。または自分とも個人メールにして、そこからスケジューリングにも可能です。そして、ルシェフの皆さん、僕らこちらの動画を毎日投稿しますので、次の動画のテーマなんですけれども、どうやって自分の対人恐怖症から逃れる、自分の、まあ、言葉のアンカー、言葉の怒りから対人恐怖症を脱出するというのは、次の、まあ、つまり明日のテーマなんですけれども、だからもしその動画を見たかったら、登録ボタン、また通信ボタンを押してください。その動画は何か価値があったら、高評価もお願いいたします。そして自分が思うのは、シェアはケア、つまり配りは世話です。だから友達にもシェアしてください。僕はこのチャンネルで、だいたい対人恐怖症など、まあ、心理学とか自己啓発などを持って対人恐怖症対策など、または、まあ、いろんな心理の悩みとか、
そしてもしあなたももうちょっと経済とか自分のなんかマーケティングやりたいなら、まあ、このチャンネルにもあの Facebook マーケティングにもちゃんと説明しますので、あのもしよかったらこちらの2つの動画にもご覧ください。では次の動画で会いましょう。